ようやく半袖で過ごせるくらいの気温になってきましたね。夜でも全然大丈夫ですわ。やっぱちょっと涼しいな。皆さん、私の相棒と言ったら誰か分かりますか？僕の動画を昔から見ている人だったらね、きっと分かると思います。最近は登場してないんですけど、僕の相方ってこいつなんですよね。某ゲームに出てくる星なんですけれども、僕はこいつのことを星野って呼んでおります。こいつがね、僕の長年の相棒なんですけれども、本日卒業します。こいつに変わった違う相棒をですね、僕手に入れてしまいました。君はもうおさらばなのじゃ。ボハー、今日から僕の相棒となる子でございます。こちらドン、じゃじゃじゃーん、おたまトーンでございます。吹奏楽を中心に始めてからね、ずっと欲しいって思ってたんですよ、おたまトーン。知らない人のために簡単にご説明させていただきます。一見おもちゃに見えますけれども、これ実は電子楽器なんですね。その名前の通りね、音符みたいなこれ楽器なんですけれども、ちゃんとね、顔とかついてて、これ可愛いんだわ。こいつがね、もう今日から僕の相棒でございます。早速こいつを鳴らせてみたいと思います。よいしょ、はい、意外とね、大きいんだよ。びっくりした。はい、こんな感じでございます。結構ね、細いんですわ、ここ。で、この子の横を押すと、口が開くんですよ、これ。かわゆい。まあ、発売はね、結構前からしていたみたいで、色もね、結構何種類かあるんですね。見えるかな？こういう風にちゃんと、おたまトーンのね、練習シートっていうのがあるんですね。で、おたまトーンは、ここですね、さっきの細い部分を押さえて音程を変えるみたいで、01、02、03、04って、ここを押すことによって音程が変わるみたいです。だからね、結構感覚とかが必要になってくるのかな？そういう意味ではトロンボーンと一緒？ちょっと違うか。で、わかるかな？ここが多分ね、電源になってると思うんですよ。今オフで、ここつけるとオンになって、これ以上がね、ボリュームが大きくなると思うんですよ。その下にあるロー、ミッド、ハイ、これは多分音の高さだと思うんだよね。オクターブとは違うのかな。今ローだから、鳴らすと低い音が出ると思われます。ではスイッチを入れてみたいと思います。おたまトーンよ、鳴るのじゃ。押さえたら鳴るのかな？聞こえた？ほら。おならみたい。お。そう、ここでね、ビブラートをかけれるらしいんですね。感覚だわ、これ。ここがドとかレとかミとかってあるわけじゃなくて、この場所、本当に感覚で、ここはドなんだなとか、ここはソなんだなっていうのを慣れていくしかないみたいですね。次、ミッドにして鳴らしてみたいと思います。ああ。おお。お前、本当に楽器なのか。じゃあ一番高い音、ハイでやってみます。高い。わー。わー。おー。モスキートーンか。多分音量ちっちゃいね。これマックスでいいと思う。いや、もう変わんねえな。後ろのボリュームをマックスにしたところで多分音がこもるんだよね。だから演奏するときは、基本口を開けてやるみたい。で、この練習シートにあるこのおたまトーンの絵なんだけど、これとね、ぴったり合うんですよ。で、この数字の部分に合わせて、これ演奏すると、カエルの合唱が演奏できるよっていうことみたいなんですね。うわー、すげえ。強く押さないとね、接触が悪いからブツ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 ってなっちゃうんだよね。あれなのかな、やっぱりいろんな指を使ってやるべきなのかな。でも小指やったら全然反応しないんだよね。まあ今日からね、俺の新しい相棒になるつうことで、名前が必要ですね。おたまトーンだからな。音符、おたまトーン、たま、
玉森たまみちゃんということで、本日は電子楽器オタマトンをご紹介してきました。なかなか気難しいやつなんでね、こいつと仲良くしていって、いずれは1曲弾けるように頑張っていきたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。なんか、うん、